ミートホープ本社、苫小牧工場ミートホープ株式会社は、北海道小牧市に本社があった、食品加工卸売会社。2007年に、牛肉ミンチ偽装事件をはじめとする、数々の食品偽装事件を行っていたことが、発覚し、これにより倒産した。外部から招聘した元役員の内部告発により、偽装が発覚した。 この事件は2009年に予定を前倒しして消費者庁が設置される契機ともなった。1976年に田中実が創業。田中は中学校を卒業ごたの食肉業者で働いており、創業当時は食肉の加工と販売が事業の中心であった。2006年1月時点の従業員数は約100人、グループ全体で500人程度であった。 田中は食肉業者で培ったスキルを活かし叩き上げで事業を展開して会社を成長させた。会社は社長の田中を頂点に役員やグループ会社の社長を田中の息子たちで固めた典型的な同族経営であった。また牛肉民地偽装事件が発覚する前年の2006年4月、田中はひき肉の赤身と脂肪の混ざり、 具合を均一にする製造機を開発したとして、文部科学大臣表彰創意工夫功労賞を受賞している。しかし、1995年以前から食肉偽装が行われており、従業員も田中社長の経営方針に逆らえず見て見ぬふりをしていた。田中は自ら肉の研究をし、社内では肉のことを知り尽くした天才と言われていた。 しかしその実態は、商品開発と称して、コストダウンのため、廃棄肉や、牛や豚の内臓など安いものや添加物を配合し、人為的に品質を良いものに見せかけるというものだった。バブル崩壊以前は丁寧な対応を心がけ、契約も、社長の田中自らが店に赴いたり、残業も社長も手伝うなど、模範的な会社であった。 しかしバブル崩壊後の価格競争や大型スーパーが店内で肉の加工を行うようになったことで取引が減少。これらによりコストダウンのため食品偽装や産地偽装に手を染めるに至ったという。2007年6月20日に発覚した牛肉ミンチの品質表示偽装事件をはじめ数々の食品偽装が明らかとなり事業の継続が不可能となった。 同年7月17日に自己破産を申請、同日破産手続き開始決定。負債総額は約6億7000万円。債権者集会を同年11月20日に開くとしていたが、取引先の中には一社の損失額が数千万円に上る会社もあり、債権の全額回収は絶望的であった。翌2008年8月7日、 費用不足のため破産廃止すなわち、法人格消滅となった。本社社屋も売却後に一旦は残されたものの、買い手がつかず解体されて減損しない。田中実るは逮捕、起訴され、2008年3月19日に、不正競争防止法違反と刑法の詐欺罪で、札幌地方裁判所で懲役4年の実刑判決を受けた。田中は、 判決を受け入れ罪を償いたいとして、札幌高等裁判所に控訴せず確定判決となっている。ミートホープの食肉偽装事件を内部告発し、事件発覚のきっかけを作ったのは、同社の常務取締役であった赤羽記録である。ミートホープ事件と赤羽の内部告発を継続的に取材していた、北方ジャーナルの記事で赤羽は、 私は偽装の片棒を担いだまま終われなかったと語っている。赤羽は1935年に長野県で生まれ、長野県立上稲農業高等学校を卒業後、法務省長野地方法務局、飯田市局に勤務した。その後、長野県諏訪郡下諏訪町に本社を置く、三協正規製作所に入社、関連会社の三協商事営業部長、 三和工業常務取締役を歴任した。1978年に上別プリンスホテルを運営する、野口観光株式会社に入社、常務取締役を務める。また、戸小内プリンスホテル、室蘭プリンスホテルの総支配人を務めた。1995年に60歳で、野口観光を定年退職後、 地元の観光施設の支配人を務めた手腕を買われ、田中実社長に招聘されて、ミートホープに入社。以前から田中とは、仕事上のつながりで面識があった。2006年に退職するまで、常務取締役を務めた。ミートホープ入社後の赤羽は、営業幹部として、人脈の広さを活かし、本州などへも、販路を拡大した。 工場に入る職種ではなかったため気づくのは遅れたが、同社で行われていた、食肉偽装の実態について知ってからは、田中社長に改善を求めた。しかし社長には、聞き入れられず、田中家が支配する会社では、内部からの改革は困難と思われた。そのため赤羽は、行政指導による改善を期待し、匿名で、苫小牧保健所や、市の学校給食センター、 農林水産省北海道農政事務所など、行政機関への告発を始めたが、調査は行われなかった。赤羽は、田中社長の経営方針や、偽装によって発生したクレーム対応で苦悩し、精神的に追い詰められ、入社5年後の2000年頃からは睡眠導入剤や、抗うつ剤を服用するようになる。2006年4月、赤羽は、ミートホープを退職。 身分を明かした上で、農林水産省北海道農政事務所に、不正引き肉の現物を持参して、調査を依頼した。しかし、同事務所は、サンプルの受け取りを拒否し、ミートホープへの指導も行わなかった。農水省は後に、事務所への訪問記録はあるが、肉の持ち込みを確認する情報は残されていなかったと、回答している。また農水省は、 北海道内の業者と認識したため、3月24日に、道に対応を依頼したとしているが、北海道庁環境生活部は、そのような記録はないとした。農水省と道庁の間で責任が曖昧になっていたが、2006年時点で、ミートホープは、東京事務所を開設しているため、管轄は、農水省にあったという。後に数名のミートホープ幹部も退職して、 赤羽に加わり、報道機関への告発を開始したが、北海道新聞社と NHK には目殺された。2007年春、告発を受けた朝日新聞社が調査を開始し、冷凍牛肉コロッケを DNA 検査によって調べた結果、豚肉や鶏肉とその他の肉が検出され、食品偽装が立証された。この調査に基づき、朝日新聞は同年6月20日、 北海道カトキチが製造した COOP 牛肉コロッケから豚肉が検出されたことを報道した。カトキチが事実確認を行ったところ、北海道カトキチには原料の取り扱いミスはなく、ミートホープの責任者はカトキチに納入している牛肉に豚肉が混ざっていたと報告した。この件について、ミートホープの記者会見では、社長は、 恋ではなく過失と強調していたが、取締役の長男に促されてしぶしぶながら、自ら偽装に関与したことを認めた場面はテレビでも放映された。社長はこの時、どのように肉を混ぜるのかという単価計算のされた紙を持っていた。その後、牛肉100%と表示したひき肉に、豚肉や鶏肉、豚の心臓、さらには、 パンの切れ端などの異物を混入させて、水増しを図っていたほか、肉の色味を調整するために血液を混ぜたり、味を調整するために旨味調味料を混ぜたりしていた、ことなどが判明した。その他にも、消費期限切れの肉やクレーム品として返品された、肉を引き取り、肉の痛みや異物混入を誤魔化して、ラベルを変えて出荷したり、腐りかけて悪臭を放っている肉を、 クズ肉にして少しずつ混ぜたりする生形肉などの不正行為、牛肉以外にもブラジル産の輸入系肉を国産系肉と偽り自衛隊などに納入していたこと、サルモネラ菌が検出されたソーセージのデータを改ざんして小中学校向け学校給食に納入していたこと、冷凍肉の解凍に雨水を利用していたことなど、多数の不正行為が明らかになっている。 2007年6月24日、北海道警察は不正競争防止法違反容疑で、本社など10カ所の家宅捜索を行った。社長は、マスメディアの取材や後半において、半額セールで喜ぶ消費者にも問題がある、取引先が値上げ交渉に応じないので取引の継続を選んだなどと他社に責任を転嫁する発言を繰り返した。 一方で職に対する不安を与えたことへの謝罪もしている。農林水産省調査では、ミートホープの流通量は、一般消費者用、業務用、特定施設向けである。これら一連の情報は、内部告発が発端となったもので、公益通報制度のあり方に一石を投じる、事件でもあった。なお、日本では2006年4月1日に、 公益通報者保護法が施行されているが、これは赤羽がミートホープを退職し実名告発を始めたのと同時期である。しかしこの事件は告発者の赤羽にも深い傷跡を残した。赤羽は2010年に告発は終わらないミートホープ事件の真相を長崎出版から刊行しているが、その著書の中でも ここまで引きずるとは思わなかったと苦しい胸の内を綴っている。事件判明後は赤羽もマスメディアからの激しい取材構成にさらされ、本人はもちろん家族や親族も巻き込まれて苦しんだ。懸命に告発していた時期は無視していたマスコミが朝日新聞のスクープにより、事件が明らかになってからは、 取材に押しかけ、赤羽個人に関することまで本人に確認もせず、書き立てた。そうしたメディアの姿勢を赤羽は、失礼で、迷惑と感じていたという。孤立無援の戦いを強いられた赤羽は、かつての取引先からは、偽装と知っていて売りつけたのかと非難された。事件を思い出すのが辛くなり、内部告発を共にした、ミートホープの元同僚とも連絡を絶った。 人目が気になるようになって眠れなくなり、そうつ病を患った。妻とも離婚し親族からは、絶縁を言い渡された。赤羽は、住んでいた苫小牧市を去り、長野県の実家に帰って一人暮らしすることになった。赤羽は、事件から10年後の2017年のヤフーニュースと2019年の、北海道テレビ放送の取材に対し、もし当時に戻れたら、告発などしない。 告発したことを後悔している。会社から逃げ出せばよかったと語った。内部告発は本人の身を滅ぼす。見て見ぬふりをすることになるが嫌なら黙ってやめればいい。世のため人のためといえど自分の身を守れなかったら意味がない。告発したことでそう,うつ病になり親族や知人が離れていった。名前が マスコミに出たことで兄弟にも迷惑をかけたと後悔をにじませた。また、匿名告発の時点で、行政やメディアが動いてくれていたら、実名で告発する必要もなく、精神疾患にかかって、生活を失うこともなかったとの憤りも述べている。監督官庁の怠慢については、事件発覚当時の2008年から、北方ジャーナルでも、 行政がもっと早く動いて業務改善にしてくれれば田中社長が刑務所で服役したり会社が倒産して雇用を失うこともなかったと赤羽は繰り返し述べている赤羽は自身の著書も今はもう読み返すこともないというまた赤羽に取材し著書をまとめた軸丸安子は食品の安全に確かな変化をもたらした内部告発の実行者はしかし 褒められ感謝される日は来ないだろう。心からの安寧を取り戻せる日は来ないかもしれないと、同省を結んでいる。なお、2001年以降の BSE 問題で、雪印食品が牛肉産地偽装を行った、雪印牛肉偽装事件の際にも、取引先の西宮冷蔵からの内部告発によって、事件が明るみになっている。また、 全員解雇された70人の従業員のうち、元従業員5人が集まって2008年4月に、正直、コロッケを発売した。ミートホープで知人の家族が働いていた、大似た厚の呼びかけで実現した。ありがとうございます。